シャインマスカット。おはようございます、山沢です。いやー、マジでもう今日ね、午前中10時半から新コーチのパーソナルで、ちょっと一旦6時ぐらいにご飯食べてさ、また寝れたらちょっと睡眠取ろうかなと思うけど、もう午前中に筋トレすることなんて過去ないかも。これ仕込んどいた牛肉 200g。 そもそも僕午前中に予定入れるのさえ好きじゃないんですね。早起きしたくなくて社長やってるぐらいだからとか言っちゃって。あー眠いマジで。調味料脂質ゼロの使います。朝食まだ家飲みきってない。これ日課になってきた。うまっ。そう、新しいコーチの件さ、前々回ぐらいから動画で話してるから、みんなたくさん予想してくれたんだけど、ダントツで寺島さん予想が多くて、あ、これを機にパーソナル受けたいなとかも思うけどね。で、今日午前中からパーソナル入ってるのは、まあ、まだそれは乗り切れるとして、その後すぐ新宿に向かって、今日令和の虎の収録が2本あるのね。だからそのパーソナルからの収録コンボはきつい。もちろん令和の虎ってさ、台本もないからこう緊張感のある現場だし、頭回ってないとさ、いいことも喋れないし、なんかほら僕もまだ新人の虎さんなんで、サプリ飲んだらまた2時間ぐらい寝ようかな。寝れれば現状中マジサプリ多い朝。これを一気にいっちゃうんだな。足が筋肉痛。久しぶりにめっちゃ晴れた、最高。目覚めの、ああ目覚めの一発。二度寝した方がさ、余計こうだるーってなるよね。ちょうどコーチから LINE 来たわ。 YouTube 見てマジで感動しました。こういうとこ好きなんだよな。なんか情があって熱い人僕好きだから、だから一番の決め手はそこかも。なんか知識とか技術って大事だけど、結局はコーチってとかっていう存在って、まあ、人と人だからね。なんかさ、その人と一緒にやってきたいなみたいな人間力みたいな方が大事だし、あとはね、いかにこうやる気を引き出してくれるかみたいなところも、いわゆるね、一流の指導者って呼ばれる部分なんかね。ちなみに山本先生のスタンプで返信するから、お弁当作った。下にちゃんと牛肉いる。レッツゴー六本木。俺がフェラーリ買ったとこだ。着きました、ウォーリアーズジムかな。あ、めちゃめちゃ嬉しいわ。あ、めちゃめちゃ嬉しいわ。ごまそれ、ごまそれ、ごまそれ。さあ、皆さん、いよいよ新コーチ発表したいと思います。どうぞ。じゃじゃーん、ボツダです。よろしくお願いします。寺島くんでございませんって顔も似てるって言われるんですよ、ね、もうね、あの、みんなさ、すごいコーチ予想していただいて、はい、でも、持田さんの名前だいぶ上がってましたね。ジョビー1割ぐらい上がってましたね。ね。9割寺島さんでしたね。いや、9割寺島さんね。寺島さんにちょっとあの、申し訳なくなっちゃったんですよ。あの、持田さんって言って JBBF のご自身もボディービル、あ、そうですね、フィジークも。あとクラシックフィジークも。クラシックフィジーク。あとマスクラフィジークも。マスクラフィジーク。まあ、全個カテゴリーで、まあ、ほんとトップ選手だし、パワーリフティングやられてたり、まあ、その競技の実績もすごいんですけども、ほんと今ね、トレーナーとしていろんなインフルエンサー見てますね。そうです、そうですね。ねえ、ジンさんやら、アザミさんやら、ねえ、もういろいろ見させてもらって、山沢まで見て、いや、いいですか。はい。だってフィットネス界の三大巨頭ですよ、多分。僕が言うのもなんですけど、僕まで見始めたら、今一番有名なトレーナーになる可能性あります。はい、しかも面白いのが、なんか普通、なんか電話とか、なんか特殊なルートで来るかと思ったんですけど、うん、はい、普通の公式ラインから山沢さんの名前に来られまして。じゃあ本当7月6日に向けて、完全に見てもらうことになったんで、はい。はい、大丈夫ですか、仕上がります。もちろん。いや、もうちょっと今年は米食いましょう。あ、ね、まあ本当に、ここ近年で初めての試みですけど。ですよね。まあ、ローファットで仕上げていくってことでいいんですよね。はい。米の山沢ですからね。はい。もう米食って、それこそ、トレーナー、持田さん言ってましたけど、米、1日800食って、最後仕上げるって言って。うん、いや、仕上げたい。嘘でしょ。いやいや、バキバキ、しかもこれだけの筋量あんのになんで米食わなかったのかっていう。いや、だって、それこそ、ほら、みんなサイヤマンとか。はいはいはい。最後米、下手したら400ぐらいしか食わないって言ってますからね。まあ、でも400食べてますからね。400食べてるんですよ。でもよ、ゼロゼロ。まあ、まあ、ゼロだ、ゼロ。ゼロだけど、はい、言うてカロリーは結構取ってますから、はい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 、ケットがね。
うん、まあまあちょっと新しい試みをしてみようと。はい、はい。やっぱり心境の変化もあったと思うんですよ。うん。なんか僕結構山沢さんの YouTube 拝見させてもらってるんですけど。はいはいはい。やっぱり最近ちょっとなんかコンテストのなんか熱がなんか下がり気味だった気がした。ねえ。まさかの相談しましたけど。はい。それが今ちょっと再燃してる気がするんですよ、僕。いや、ほんと、うん。なんか、これ新しい講師と出会うのもそうですけど、単純に多分好奇心があるんですよ。新しいことをやれるっていう。それがいいか悪いか合うか合わないかとかわからないけど、新しい試みをするから、なんかね、やれちゃうんですよ。そう。もう子供のようですよ。まあまあ、そういうことですね。最高ですね。ねえ、好奇心で頑張れちゃうみたいなとこある。はいはいはい、はい。そういった意味ですごいね、いい出会いだったかなと。うん。最高に楽しかったですね。いやね。なんかもうすでに一回トレーニングさせてもらってるんですよ。そう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 。もうトレーニングも新しいし、やり方も全部新しいんで。うん、全部、まあ多分、今のところまだ半信半疑トレーナーになっちゃってるんで、はい、ちょっとそれを少しずつ少しずつ壊していけたらなっていう。そうっすね。いや、新しいこと始めるの怖いですからね。まあ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 、でも今楽しみのが勝ってるから。うんうんうん。はい。だからだんだんちょっと、YouTube 出させてもらって、うん、まあ、これから山沢さんの顔がくしゃくしゃになって追い込まれるところを皆さんにお届けできればなと思うので応援してね。あ、これきつい、これやばいやばいやばい、熱い。はい、いきます、せーの、1、おい、2、おい、3、おい、3、4、肩を押して、山沢さんです。ジムの、あ、オーナー。今日ありがとうございます。ありがとうございます。撮影まで今日して。大スターが来てくれめっちゃ白いっすね。めっちゃ綺麗っすね。すげえ。え、すごい。本物。あ、貼ってます。貼っちゃったんですか。そう。貼るとかあるんですね。400万。ちょっと、文句で400万。急いで新宿に向かいまーす。間に合った。あ、ちょうど俺がいる。本当になんか僕の弁当に食いついてくれる岩井さんです。ちょっとびっくりしてます。はい、岩井さん階段から落ちて今骨折してるみたいでして、そうなんです。はい、鎖骨を骨折してもう何にもできません。ちょっとあの治ったらぜひジム通ってください。体をあの筋肉で保護していただいて。こんな年ですけど自家発電もできません。おいしょ、やばい、めちゃくちゃ疲れた。令和の虎ね、ほんと頭使うし、初対面の人も多いからね。もう絶対令和の虎の収録入ってる日はパーソナル入れないってね、決めた。で、令和の虎ね、出始めてよかったなってすごい思ってて、自分の認知度が上がるのもそうなんだけど、やっぱ今までってさ、フィットネス系の人たちとしかからかわってきてないから、なんかすごい狭い世界で生きてきたんだけど、今いろんな人と会ってさ、いろんな業界の人いるから、なんか視野が広がるなって、僕の中ではね、すごいいいことだからね、見守ってくれると嬉しいなと思ってます。あ、お掃除の人来てる。もう超クタクタだし腹ペコで死ぬ。あ、お願いします。片付いてるけどプロテインが多すぎる。週に1回お掃除の方が掃除してくれるの。3食目。あー疲れすぎた。みんなコーチどうだった？いい人そうでしょ。いただきます。うますぎ。なんか僕もうね、徹底的に筋トレ追い込みたいから、もう全部のトレーニングにパーソナルつけたくて、で、持田コーチ週1しか見てもらえないから、なんか誰かいい人いないかなって悩んでんだけどね。フィットプレスのトレーナーにも結構ボディービルで成績ある子とかさ、いいトレーナーいっぱいいるんだけど、でその、僕社長だからさ、向こうが気使うかなとか、逆に気、こっちも気使うし、だしトレーナー探し中。というわけでまだ10時前なんだけど、もうお風呂入ってね、今日11時ぐらいには寝ようかなと思います。もう眠すぎて。でほんとシンプルなんだけど、早寝早起きしてさ、で自炊してお弁当作ったりって。だからここ数日の生活で、あ、自分ってまたこうやってフィジークに熱中できるんだなって、なんか自分自身でちょっとね安心しましたよ。なんかね、また頑張れそう。こう大会に出るとか、このフィジーク大会の何がいいかって、結局は大人になってからさ、何かにすごく熱くなれることもね、なければ熱中できることも普通ないじゃないですか。それが何歳からでも始めれて、何歳でも出れるっていうのがボディビル系競技のめちゃめちゃ魅力な部分ではあるので、またね、応援してくれてるみんなのおかげで頑張れそうです。というわけで、もうお腹ペコペコ。というわけで皆さん、いつもね動画見てくれてありがとうございます。高評価とね、チャンネル登録もしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。